すごい悪い女だったのね、5歳のかなこさん。まさに絵に描いたような方でしたね。ダメじゃないの、非義務守らないと。旦那様の了解を得たというよりも、旦那様から頼まれてましたから。そういや、天海商事の社長さん、ここへ来た時、人の秘密を探れる家政婦さんいないかと、探してたしね。早苗さんが一番の適任だったから、今回良かったわ。あとは、社長さんと打ち合わせて、5歳のかなこさんのこと調べたりしたの？浮気現場を見た時から、かなこさん何か黒いもの感じましたから。それで、探偵に依頼したのね。そうですね、旦那様に報告し、許可を得てから、探偵に依頼してますから。結局かなこさん、旦那の遺産目当てといい、浮気相手と一緒になることが目的だったようね。かなこさん、旦那様も殺そうと企んでましたから。あらまあ、後で警察の捜査で、たんまりと証拠が出てきそうだわう。結局、かなこさんは何者だったの？現山商事管理課の社員で、その社長の命令で、スパイしたらしいですわ。命令で、玄海商事の社長に近づき、その気にさせたのね。何のために？そりゃ、玄海商事の情報を盗むのが目的と、玄海商事を潰すのが目的ですから。会社絡みの犯罪となるとどうなるのかしらね。玄山商事そのものが、罪に問われますが、社長は、かなこさんが一人で勝手にやったことだと主張しますね。あらら、かなこさん裁判大変じゃないの？会社のためとはいえ、旦那様の遺産狙いで人殺そうとしてましたから。結構大変な判決になるらしいですわよ。それにしても、高梨さんの事件、派遣の女の子が犯人で関係なかったようね。派遣の子は関係ないんですが、高梨さんの極秘情報、ロロさんが持ってたので、かなこさん、それも盗もうと企んでたらしいけど、無理だったみたいでう。あら、どうして？ロロさん、複雑なパスワードと指紋認証と目の認証で、コンピューターと情報ファイルに設定してたみたいで。あらら、これは焦ったわね、かなこさん。ロロさん、念のために、ですねう。とりあえず、玄海家と玄海商事を救ってよかったです。さすが、私が見込んだ早苗さんだわ。私は、依頼人の家庭を守るためにも、家政婦してますから。早苗さん、その自分の家政婦論、心がけて、いつも仕事に取り込みなさい。承知いたしました、ふふ。ところで、今日は、クリスマスね。あら、ボーナスいただけますの？会長さんう。それも、あげるけど、クリスマスと言ったら。あら、クリスマスケーキだわう。みんな、そろそろ帰ってくるから、ごちそうの準備手伝って。ふふふ、かしこまりました。赤いお花の、トナカイさんは、いつもみんなの笑いもの。歌、下手くそ、うにゃ。もう、ほんと失礼な子ね。もう、なんで毎回この時間帯に、歌いたい時に来るのよ。よほど、私の歌声聞きたいのかしらね。勘弁してくれ、うにゃ。もう、次は、何を歌おうかしら、ふふ。歌より、餌くれにゃ。玄海家からもらった、鮭フレークあるから、ちょっと待ってて。クリスマスなのに、テレ東しかいいのやってないわね。そういや、早苗さんって、確か、依頼の過程を解決した時って、確か。じゃあ。会長さん、階段から落ちました。助けてください。あらら、早苗さん大丈夫？早苗さん、毎回、怪我やら何やらするのよね。ルール通り、仕事やらせた方が、罰当たらないのかしらね。あ、会長さん、正月休みある？早苗さん、もう一軒依頼の家があるの、仕事入れちゃったわよ。そんな、この怪我で働けと？申し訳ないわね。発車しますよ。会長さんの鬼、カボロシ。ほんと、ごめんねー、早苗さん。ひどいですわ、会長さん、なんでいつもこのタイミングで仕事入れるのよ。この埋め合わせは必ずするから、今はお願い。まったく、次のご家庭も私じゃないと務まらないんでしょ？そうなの、次も訳ありなのよ。仕方ないわね、会長さん行ってきます。しっかりやってきなさいね。ほんと、怪我に注意しなさいよ。はい、ふふ。早苗さん、頑張ってね。こんなことでくじける私じゃないわよ。三丁目のスカーレットさんの家は、この辺かしら。あったわ。ここだわ、スカーレットさんの家ね。ごめんください、私、大沢家政婦紹介所から参りました、こちやさないです。ごめんくださいませ。インターホン押してください。はい、申し訳ございませぬ。